で、括弧1番ですけれども、B が A にぶつかる直前のところを位置エネルギーの基準とすると、はじめ B がいた位置っていうのは斜面に沿って D だから、1対2対ルート3の直角三角形の辺の B より2分の D だけ高いところにいます。だから位置エネルギーが mg 2分の D。で、それが全部運動エネルギーに変わりますよっていうエネルギー保存の式で導いていきますね。もちろん加速度 gsinθ、つまり2分の g の等加速度運動でやってもいいんだけれども、まあエネルギー保存の方が楽ですね。では次、括弧2番。まずは普通に解いていきましょうか。はい。まあ衝突なんで運動量保存が成り立つでしょう。で、なぜこれが成り立つかは後でちょっと言います。はい。で、今回立式する式は2つです。運動量保存の式と跳ね返り係数 E の式。この連立になりますよね。はい、まず衝突前の運動量は B が持っている MU、はい、それが衝突後右向きをとりあえず正としてどちらも正の向きに仮定しています、はい、B が MVB、A がラージ MVA、はい、そうすると運動量保存の式はこんな感じになります。それだけだったら VA、VB、未知数2つに式1つじゃ足りないですからもう1個式作ろうぜっていうのがこの跳ね返りケース E の式ね。はい、E イコールマイナスの相対速度の分数ですけど、これをですねこんな風にいつも僕はやってましてね、左辺が前の情報、右辺が後の情報になるようにマイナス E かけ衝突前の相対速度イコール衝突後の相対速度、こうすると運動量保存の式前イコール後と相性がいいですね。まあ両方の数は逆になってますけどね、左辺と右辺ね。式作ると相対速度ですから相手引く自分ね、はい、今 A から B を見たら衝突前は U 引く0ね、それのマイナス1倍です。これ男性衝突やから1代入してあげてください。ちなみにエネルギーも保存する衝突になります、ね、男性衝突は唯一エネルギーが保存すると、はい、で右辺は衝突後の相対速度、はい、だから相手B 引く自分 A が来ています。じゃあまず VB を消去するために着目してほしいのはこの部分ですね、はい、こことここ比べてあげたら丸1式には M があります、丸2式2式にはありません。だから丸2式を M 倍して引けばここ消えますね、はい、だから丸1式引く M 倍の丸2式を計算してあげるようなこんな感じで、計算できますね。はい、この問題 U 使っていいなんて書いてませんからこれ代入気をつけて忘れないように、ね、で得られた VA をいずれかの式に代入してやってもいいんですけど、うん、実は意外とこのさらに機械的にラージ M 倍して足すっていう処理を続けた方が実は計算簡単だと僕は個人的に思うんですけど、はい、って感じでまあお決まりの VB が出てきました。分子を見ると小さいものから大きいものを引いているので負の値です。実際の B の向きは左向きです。なぜその式が成り立つかっていうのの大事さっていうのは分かってくれてますか？例えば括弧1番のエネルギー保存が成り立つ理由はこれは非保存力の仕事がないからですよね。非保存力はあるよ。垂直抗力という名の非保存力はあるけどそれは運動方向に対して垂直だから仕事をしてないね。だからエネルギー保存 OK。 じゃあ運動量保存はこれは着目している物体以外からの力、これ外力ね、外力、外力による力積がないから運動量が保存する。はい、ここでおかしいこと言ってます私。これ気づきました。今までの衝突問題は水平面上をお互いの力はこっち向きこっち向き、これ内力ですね、内力。それ以外の水平方向の力はないですよね。いやもちろん重力はあるよ、重力はあるんだけどこれは水平方向に対して垂直やから一切影響を与えないね。だから外力による力積なし、運動量保存でいけてたんですよ。じゃあ今回どうですか、お互いが及ぼし合う力はこれは内力です。でも外力あります。衝突中において外力が働いてるんで厳密には運動量保存は使えないんです。
だって衝突中も B 加速してるから、だって重力働いてるから。でもですよ、力石ってさ時間でしたよね。力が今この外力ね。ただ救いなのはこの時間がめちゃくちゃ小さいんですよ。だってパンで終わりだから、だから無視できるんですこの外力。だから運動量保存が成り立つっていうのは、これは絶対知っておいてほしい。だから極端な例としてこんなんもいけるんですよ。下からボールを打ち上げます、上からボールを落とします、はい、ここでぶつかります。これでも衝突前直前と直後とでは、まあ、保存していると考えるってことです。なんで無視できるかというと時間が短時間やからです。じゃあボールをバットで打つのも短時間やから無視したらいいんちゃう、力石なんかゼロでしょ、これは違うんですよ。っていうのも今この辺の衝突におけるこれ時間ね、力ね、重力という、まあ、外力の力っていうのはごく小さい力 mg、 この間これがちょっと外力として運動量を変化させる力石ね。それに対してバットでボールを打つっていうのは、まあ、オレンジ色で書きましょうや、バットでボールを打つっていうのはこれ激力って言ってズドーンと短時間のうちにガツンと力が加わる、そういう力なんです。だからその力石って当然無視できないし、その力石によってこのボールの運動量は変化するんです。だからこのちょっと違いをしっかり理解してあげて、重力が働いてるけどこの力は小さい大きさやから無視できるけど、バットで打つような時は激力って言ってズドーンと短時間ででかい力が働くから力石があるぞってことね。これはぜひ知っておいてください。はい、では続きね、単振動ね、いよいよ A が速さ VA を持つ単振動をすることになります。はい、でこの問題この後の動き見ていくと、まず最初これ自然長の場でこれ描きました。で自然長からある程度縮んだところが釣り合いの位置で、この場所で最初静止してたんですよね、最初釣り合いですよ。でこいつに B がぶち当たった結果、一瞬にして速さ VA を得たわけですよ。つまり振動中心で速さ VA を得た状態からスタートするわけです。つまりこれが最大の速さです。その後だんだんこれブレーキがかかっていくっていう、そういうイメージで、ね、こういう単振動を行います。で端っこっていうのは一旦止まる場所ですから速さが0になってます。カッコ3番ではこの距離 x0 を求めなさいという問題です。でここで登場するのが単振動のエネルギー保存速です。普通のエネルギー保存だったら自然長からの弾性エネルギーあるいは基準この辺として重力の位置エネルギーもうわーってなりますから、振動中心からの距離をバネの伸び縮みとする新たな合力バネっていうのを考えて、それで弾性エネルギーを立式すればいいんでしたよね、これね。はい、2分の 1KX0 の2乗の X0 っていうのは振動中心からの距離が最初の状態の運動エネルギーと等しいですよ。この式に関しては両門の風45番の問題で今日結構語りました。ぜひぜひちょっと見てください。うまくグラフを使ってうまく表現したつもりなんで、また見ておいてね、その動画ね。カッコ4番だって同じなんですよ。この釣り合いの位置を原点としています。そこから2分の x0 だけ、正の位置にあるこの辺ですね、この辺の速さを出しなさいやから、この時の弾性エネルギー足す運動エネルギーイコール初め持っていた運動エネルギーっていう式を作ってあげたら OK ですね。はい、でちょっとこれ計算細かいですけど頑張ってやってみました。確かに両門の風通りになりますね。はい、ではちょっと方針だけ一緒に考えていきましょう。まずですね、右側の単振動の方ですけど、振動中心でガーンとぶち当たることで出発した重りが端っこで1回止まって再び原点振動中心に戻ってくるまでの時間っていうのは半分振動してるから2分の t ですよね。この2分の t という時間と
はい、こちらはですね、この投げ上げの斜めバージョン、投げ上げの斜めバージョンです。加速度は2分の G。これは斜面の角度が30度だから、重力の斜面成分2分の MG を運動方程式に入れたら、加速度が2分の G って出てきますから。2分の G の等加速度運動ね。はい、で、こういう時にちょっと時短テクニックです。最高点に達するまでの時間は、VB で運動してたんですよね、ここ跳ね返った瞬間ね。この VB っていうのが最高点で0になるじゃないですか。0になるまでの時間は、V イコール V0 プラス AT の公式で求めます。 B の中身が風で実際の向きは左向きですが、右向きを正として文字を仮定しているので0イコールプラス VB となります。したがって最高点までの時間は2分の G 分のマイナス VB となります。で、運動の対称性よりその2倍の時間で戻ってきますっ